ますもん、うん、では一旦マイクをミュートにします。もうちょっとこっちよってもらっていい？あ、マイクにかぶっちゃってるけどね。あ、まずそうそう、これぐらい、ここぐらい、これぐらい、せっかくのゲスト、はい、いいですか、開けまーす。はい、ではでは今月のトークですが、今のところメールが来てないかな。はい、来てないです。はい、なのでスキの中心でまじまじ避ける。違う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 、トークテーマを喋りますって話しとるやんけ、本当に。バレンタインデーについてでしょ、おじいちゃん。もう昨日からおかしいんだよね。もう始まったから、少年期ね、本当ごめんなさいね。あのね、軽くね、15分ぐらいね、今感覚を飛ばしましたよ。2度目の放送事故を、はい、ということで、はい、今回はですね、2月なので、まあ、終わってしまったんですけれども、みんなのバレンタインはっていうトークテーマでですね、話していこうかなと思っております。うん、どうでした？今年のバレンタインデーのちょっと収穫を聞いてみましょうか。スパック君、どうでした？私は、1個ですね。お !1 個あった。はい、1個ありました。それは、うん、それは仲間内から、はい、はい、仲間内のメンバーから1個もらいました。いや、でもね、メンバーからもらえるなんてね、運命的なことだと思うんですよ。タモ様は今年は、店のお客さんから、何個だろう、6個って何あの、皆さんね、こう建前上やってくれるわけですよ。あ、まあ、まあね、あの、どれに来たら分かりますけども、結構女性客も多いですからね。ホステスさんとか、まあ、あのキャッシャーの人とかもいるから、うんうん、まあ、配ったついでに、まあ、あんたにもあげるよぐらいの感じで、うんうん、まあ、なんか優しい方々がいらっしゃる。6個、はい、ギリチョコ6個ぐらい。6個って、ええなぁ。6個いいですね。ちょっとやらしい響きに。ちょっとやらしい響き、うん、また急になんか卑猥なトークしたのに、ごめん、ちょっとあのエロすぎるとあれ。そういうのあまり、まあ、ちょっとね、あれかな、次俺は9個って言わなきゃいけないのかな。いや、もうブーちゃんだったらもう10個ぐらいのね、以上はいけると思うんですけど、2個です。はい、で、まあ、この2個もまあね、あのドールの常連さんからいただきまして、はい、あの当日にはちょっと受け取れなかったんですけどね、実はね、なんせね、俺ね、東区にいてね、バンド練習しか行ってたからね。そうだね、そうだね、そう、そうね、疲れ切っててね、の近くまで走ってたんです。家帰るまで近く走ってて、すすきのよく走って、しかも LINE が来てた。浜様から LINE が来て、こうやって持ってきてくれてるよ。すいません、無理です、と思って。もう、無理、体力的に無理、と思って。で、次の一人に行きまして、いや、あのね、美味しかったー、本当に。ゴディバからなんですか。ゴディバではなかった気がするな。あのね、1個はね、まあ、たまたまも多分もらってると思いますけども、手作りでした、はい、あれね、俺好きだったな、うん、あれ美味しかったな。いや、手作りとかね、一番嬉しい。いや、本当に、いや、なんか全然普通に何でも嬉しいけど、うんうん、その時間と手間かけてくれるかなってところがね。そうですね。だってまあ、女の子によってはあの、例えばこう、夜のね、あの女の子の店のキャッシャーさんの子とかだったら、うんうん、やっぱり黒服と全員に配ったりとか、うんうんうん、周りのお世話になった店に配ったりで、うんうん、まあ、2万ぐらい総額いくとかいう子もいる。でかい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 。バレンタインデーのお返しも怖いけどね。いやー、怖い。もらって嬉しい分、何に返そうかなみたいな、来月何でお返ししようかなって考えますもんね、そこはね。パックン、あれですか、あの、今回のお返しなんか決めてます？いや、何も決まってないです。頭の中真っ白ですね。ホワイトデーだけ。怖いなぁ。ザブトン1枚来た。うまくまとめたな。いや、うまかったな、今。さすが経験者。いやー、うまいね。くるっとこう丸めた感じでね。うん、座布団が1枚しかもらえない感じね。いやあ、やるな。うん、いや、今日何個そういうのが言えるかなっつって。いやー、もう、いや、今のマグレですよ。マグレです。マグレで出ちゃう感じね。マグレですよ。うん、いや、とりあえず、じゃあ今日の終了時までに座布団が何個か集まってて、まあ、なんかちょっとうちらからなんかあげましょうよ。
おお、ね、うん、そうだね、トーク的にさ、ちょっとあここうまいなと思った。うん、ただ僕の場合ですよ、はい、僕がそれを判断するので完全に全募集も張り上げました。はい、僕昨日、まあ、リアルタイムで昨日ですね、はい、謝罪配信を載せて BSP の子が来てくれた、久々に BSP 来てくれて喋ってたんですけど、はい、座布団を何個かあげたうち最後に座布団全撤収っつって終了したって山田くん座布団全部取っちゃっていいみたいな結局ダメかみたいなね。そういやバレンタインデーね、俺ちょっと話していいですか。バレンタインデー高校の時、高1の時だったかな、チョコをもらったんです。これもまたねシチュエーションが見事だったの。朝学校にちょっと早めに着くバスだったんで、早めに学校着いて下駄箱をガシャッと開けると入ってたんです。あらこれはあらしかも手紙が入ってるじゃないの。当時僕がちょっといいなって思ってたこの名前で手紙が入ってた。もうそれはもうしかもちゃんと丸文字だった。いやー素敵と思って本当ね、もうぶん殴りたかったんですねそんなシチュエーションなかったしかもですよ、しかもその手紙には放課後何時にここにいるから来てくださいみたいな内容が書いてあったんです。内容が書いてあったんです。放課後まで楽しみですよ、今日はやったぞと、今日は男やったぞ俺思って授業終わって放課後その時間になりました。周りはもうね部活行ったりなんなりで人がいませんよ、うん、ね行ったらね男がいたのおちょっと待って、おいや、あーっと思って廊下をそこまで歩いてる途中にその子とその子の周りの女の子たちがどっかで集まってるの見た。あ、後から来る、後から来て、あ、で、こいつらはちょっとちゃんと来たかどうかを見るために来たんじゃないみたいな全然来ないの5分後です、5分後その男子からお前こういう手紙もらったろ、いやもらったよ、いやめっちゃ嬉しかったそれな、俺出たー引っ掛けのやつと思ってまずこれでテンションだだ下がりですで、夜部活があったんで部活終わってその筋トレ終わってで、家方向だった部員がいたんで一緒にじゃあもうね、あいつからチョコもらったからとりあえずちょっとチョコ食べようやって食べたんですよ。部活終わり喉がちょっと乾いてる、うん、冬アップのジャンバー着て崖場所って、うん、バス停までだいたい20分ぐらい歩くかな、そこの間お腹減ったねチョコ食べよう、バッて食った。2人ともチョコが激甘すぎて、なんでこんなに甘いのってぐらい甘すぎてちょっとむせるっていうあのねびっくり、多分経験したことないと思いますけど甘すぎるチョコを食べると喉が痛い、あ、うん、そう野球かっこいい、やー痛いってなって実はそっから僕20歳ぐらいまでかな、札幌出てくるちょっと前、札幌出てきてからな、やっとその時からチョコが食べれる、その間チョコ食べれなかったんですよ完全に最悪の嫌がらせしかない、そうトラウマでしかしてないそれはかわいそうだな。いやーめっちゃね、こういうね内容もありまして、なんかそういうなんかあります、なんかこう経験したって俺らの時ってなんかわかんないけど、札幌でそうなのかわかんないけど、下駄箱に人みたいなのがない人が多い、見えるみたいな、うん、実は入れてその場に、うんうん、なんかそういうなんかそう不純性行為みたいなことを避けるためのわかんないけど、なんていうのけど、バレンタインはね、なんかやっぱりなんか俺らの時は結構やっぱストレート習いがあったみたいな、なんかこうね、みんなこう男子がこうそわそわしてこううーんたくなってね、学校帰るまでもこうなんかないかなみたいな、みんなそわそわしておつかないみたいな変な男子のみんなすぐ帰るのに帰らないみたいなあ、今日なんかちょっとあれだなみたいななんとなくやってる感じでなんか部活やってた時はなんか部活で後輩のこととかあったりね、みんなに伝わってることもいるのかな、そういうのはありますけど、でも本当にその雰囲気でもらったことないな。あ、パックか。いや、僕はこれバレンタインなんですかね、バレンタインの日にですね、
だあの高校の時ですね、楽しみにしながら、まあ、高校に行って、何個もらえるかなとか思ったんですよ。で、まあ、まあ、昼休みとか、そわそわしながら、まあ、何しはみんなそわそわですそわそわして、入ってないかなとか、机の中もしかしたらワンちゃん入ってるんじゃないかなみたいな、やるんですよ。うん、で、僕は、その帰りに、下駄箱に絶対入ってるっていう確信があったんですよ。なんかあって。そうなんです。なんか、前振りがあったんですよ。昼休みに、なんか、今日バレンタインだねっていういきなり振られたんですよ。それは女の子にですね、言われて、おー、そうだね、こっちももうハイテンションですよ、ヒートアップしちゃって、それでもう帰りも絶対下駄箱の中入ってると。で、下駄箱開けたんですよ、うん、入ってたんですよ。おピンク色のなんていうんですかね、袋にリボンがついて、可愛い感じで、可愛い感じのやつが入ってるんですよ。うわ、やったと思って、これは来たと思って帰り電車の中で開けたんですよ。中身開けて、あら、びっくり、もやしです。多分この世の中でバレンタインデーにもやしをもらったのは僕だけだと思うんです。それはなんか、両方嫌がらせだったっていう感じもあります。そういう嫌がらせを受けたことがある。え、それはあの、あげた女子にはなんかホワイトデー返したの？ホワイトデーは返しました。あ、何返しました？ホワイトデーは普通にチョコ返しました。今度チョコくれ俺にみたいな。いや、いや嫌がらせしたけども、ただもう、返しましたね。もらったからには、もらったからには、ね、返すかみたいな。ウェザーさん、告られたとかそういうのないみたいな。ないですね、残念ながら。まあ、バレンタインデーに告白ってね、なかなかね。いやー、うん、そうですね。いや、でもなんか今、なんかどっかのツイッターでかなんかで見たけど、うん、なんか朝、男子たちがお金持ち寄って買ったこう、あれをね、教団の上にバーってチョコ置いて、うん、いつもありがとうみたいな、女子みたいな、やってる男子とか、逆バレンタインの、これすげえなって、どんだけ仲いいクラスなんだみたいなね、思いましたけどね。うん、はい、それはね、この後の、さっき間違えましたけども、はい、はい、コーナーね、はい、すすきの中心で〇〇を叫びに入る前に、もう一度メールアドレスの確認をしていきましょう。はい、はい、アドレスはドルナマラジオ @yahoo.co.jp、 ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、 ドルナマラジオのスペルは DORUNAMADIO、 ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO です。はい、今僕のね、ニコ生見てる人は僕のバッティあDSP のDSP の、ね、西園さんから上の方に出てると思うんで、はい、定期的に出していただいてありがとうございます。はい、はいはい、こちらのね、アドレスの方に気軽にね、メールください。はい、はい、で、パックへの質問やメッセージもお待ちしております。はい、はい、いいですか？この辺でいいですか？はい、それでは、後半参りましょう。